おお、伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかな。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。伊之助、我がせがれよ、守り鈴は仏様に備えてくれたかえ。ほら、偏屈な物資がおる荒れ寺があるじゃろ。仏様ならそこにおられるでな。伊之助、守り空仏。誰ぞ、そこにおるのか。ああ、その声、いや、まさかな。御神、我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ。鈴をもらった。そうか、礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。先ほどの御神か、母の相手をしてくれ。かたじけない。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。
チリンと鈴が鳴いてるな。この古い鈴のことか。老婆が仏様に備えろとそう言っていた。その鈴、見覚えはあるか。いや、覚えはない。鈴の方は違うな。お前さんに何やら言いたいことがあるようじゃ。なんだと。鈴を備えてみるといい。そこにある優しい顔の仏様は、わしの彫った仏とはわけが違う。まことの仏師がおられたものだからな。わしが彫る仏は、業深いものはお前さんもそれで。ではな、また。目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今は幾年だ？何をおかしな。教えてくれ。龍泉詣での年であろう。流線詣、三年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは
過去ということか。流線詣で三年前、どういう武士の何これは。もしもし、どこにおるんし。そこのお主、お主、恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。今度は鱗を持っておいでや。もし持てば、今度はうろ、
よく燃えるの皮膚傷とはよく言ったものよ。ケーキ漬けにはぴったりだ。ちぐいねえ、神器臭い田舎屋敷だ。せめて最後くらいはパーッとねえ。
戻ったか。あれは夢なのか、それとも誠にあったことなのか。さてな、夢かうつつか、わしにも定かなことはわからん。一つ言えるのは、仏様はお前さんの古い記憶を起こしてくださっているだけじゃ。お前さんがどう思い、どう覚えていたか、すべてはそれ次第じゃ。見るものすべてが正しく起こったことかはわからぬ。そういうことじゃ。わしが彫る仏は業深い。お前さんもそれで。ではな、また。